ラッシー飲みてー。ということで、バナナスムージーじゃない、バナナラッシーを作りたいと思います。うん。いや、作りたいとかじゃないですよ。食べてるとこを見てください。食べる準備をするとこを映します。はい、ということで、バナナをぶち込んでいきます。でもって、用意するものが、牛乳とバナナと、ヨーグルトと、あと、そうですね、スパイス、いくつか、クローブと、カルダモン、スターアニスを使います。こんな感じで、ヨーグルトぶち込んでいく。牛乳も入れていく。でもって、ホールでいいんでね、もうなんかね、そこら辺の適当なスパイスとかもぶち込んでいきます。なんかね、ネパール人のお母さんから教わったんで、ね、もうこんな感じでもう適当にぶち込んでいきます。現地の人たちは、あんまりね、なんか、味とか、なんていうの、意識してなくて、意識してないかな、わからないですけど、まあなんかね、効能だけを目的に、なんか食べる節があってね、まあ薬膳みたいな感じですよね。無理やり入れていくわけですよ。で今回はね、料理動画じゃないんでね、ただ食べるだけの動画なんで、こうやって見せつけていくわけです。もう調理工程なんで、もう見て覚えてくださいねって感じです。これただの朝飯動画です。完成しました。で、スターアニスはホールごと打ち込んでしまうと、なんていうか、ちょっとエグくなるかなと思ったので、最後飾り付け程度ですね。香りつける感じで、あんまり香り出なかったですけど、こんな感じでつけて、ミントも添えていく。これもね、庭にそこら辺に生えてたやつです。完成しました。バナナスムージー。でしたね。ちなみにこれ2杯目です。1回目録画したんですけど、録画しようと思ってたんですけど、録画ボタンを押してなかったです。なので2杯目飲みました。結構腹きますねこれ。な感じで、あんまりなんていうかガチな料理動画を作っていこうとすると期間が結構空いてしまうんで、こんな感じでね、なんていうか食べる動画、こんな感じで、まあ、準備して食べるだけの動画みたいなやつも定期的に上げていけたらなんとか思ってますよ。うん。な感じです。